実証実験で北見市はタイプの異なる3つのサテライトオフィスを設けました利用した企業からの意見をもとに今年6月新しい拠点を開設 JR 北見駅から近い商店街の空き店舗を活用しましたあの音が漏れてしまわないように、えー、しっかりとこう防音材を使った防音の会議室になっております最新のシステムを導入することによってしっかりとですね企業の情報を

バーチャルなインターンシップみたいなことをやったりとかですね、まあ、ミーティングをやったりっていうふうになってるんですけどもで、それは彼らにとっては非常に刺激になって、そこはすごく大きなメリットで、今いわゆるアクティブラーニングっていうのが、まあ、生で体験できるっていうことは、まあ、私は非常に重要だと思ってて、その効果は絶対あると技術者の人手不足に悩む IT 企業にとって、北見はいわば人材の宝庫。 関係ができたた東京の IT 企業に就職すする学生も増えたとい,います若者が地元を離れることになりますが北見市はそれをよしとしているわけではなくそこで実際に経験ですとかお仕事の体験を積んでいただいてですね何年後かにこちらに戻ってきて誘致した企業のオフィスでしっかりとですね あの柱となって働いていただくためのですね取り組みを現在しておりますので数年後に戻ってきたいと言ったときにですねあのそれをあの止めるようなあの企業様には基本的に我々どももうあの学生をご紹介しませんのでさらに新しいテレワーク拠点では増井準教授の研究室を中心に商店街と連携したプロジェクトを立ち上げる計画です地域を活性化するとか地域創生という意味では。 結構起爆剤ななりそうな気がしていてい実際に今動かしてるんですけども学生もかなりやる気を持ってやってくれてますしお知らせの後は大企業で働き方改革を担当するキーパーソンが斜里町に集結そのわけは